どうもこんにちは、中田敦です。それでは2本目の動画を撮りたいと思います。2本目はロト6予想をしたいと思います。昨日一応6つ予想してんけど、その中で3つ自信あるって言ってて、それが10と11と25、その理由について話したいと思います。まず10から。10は前回の当選数字、11が出た次の回に10が出んのが、何回、2回から確か3回ぐらいやったと思うねんけど、1回、2回、3回、うん、3回出てる。11出た次の回に10が出るのが3回出てるから、これは可能性高いなと思って10はもう確定にしとんね。続いて11、これも出る可能性が高くて、11が出た次の回に11が出る確率が、これも3回ぐらいあったと思うねんけど、1回、2回、3回、3回出てるから、これも可能性あるかなって思って、一応、これも確定にしとん。そして3つ目の25。これも可能性高いんちゃうかなって思ってて、35が出た次の回に25が出る回数も2回から3回ぐらいあったと思う。一応もう一度確認しとんねんけど、1回、2回、3回、やっぱり3回出てるな。3回、いや4回か、4回出てるわ。4回出てるから25は可能性高いんちゃうかなって思ってる。だからこの25も確定。続いてこっから4つ目からが数字確定させていくねんけど、4つ目、どっから行こうかな。まず一桁の2は出ないやろ。2回連続出てるからない。3もちょっと出すぎてるから3はない。4、どうかな。4も多分ないと思うねんけど、可能性的に。4、3とあって次どこ来てんのか。4、3、4っていうのはちょっと考えにくいかな。ないもんな。4、3はあるけど、4、3、4はないもんな。
だから多分4もないんちゃうかな、うん、この中で考えたら一桁はやっぱり1の可能性があるかな、うん、3回前が3で前回が2そして次が1っていう流れだから1は可能性はあると思うねんけど一応他の数字も見ていくけど5、6、7、6と7と難しい。6と7と8と9と5と1か。8はちょっとやっぱり出過ぎてるもんな。だから8はないかな。あとは1と6と7と9か。7と9はちょっと予想すんのは怖いな。前回の数字からかなり離れてるもんな。だから7と9はちょっとやめとこう。6と5と1か。ちょっと見てみようか。26の桁違いで6って出てたっけな。26の桁違い。16は出ててんけど6は出てたかな。あるな、1回だけあるかな。26から6。6の可能性はあるんか。最近確かに6出てないし、6も可能性あるか。一桁2つ出るっていうのは考えにくいから、出ても1つと考えたら、1か6かな。5はどうかな。5はないな。35から5はないもんな。だから一桁は1か6かかな、出るとしたら。一応候補数字1か1と6。そして続いてはと、12は多分ないと思うねんけどな。
2回連続出てるから、過去飲んでも、2回すらなかったと思うからな、10人は。10人から13とかっていうのはあるけど、10人から10人っていうのはないな。やっぱり。ないから多分12もないと思う。続いて13、2回前に13出てるから13も可能性低いと思うねんけどな。13が出てなかったら出る可能性はあんねんけど、2回前に13が出てるからな。だからちょっと考えにくいと思うねんけど、最近ね、そんな出方のやつもないしな。だから多分13もないわ。んで、次はと。22は、確か連続では出てなかったよな、22。やっぱりない。だから多分22出ないと思う。続いて21。22から21。21から21っていうのは結構あんねんけど、22から21っていうのはなかなかないかな。
でも22だけ出てる場合は21は出てないな、見た感じ。だから可能性は低いんちゃうかな、21出る可能性。ゼロではないけど、低いと思う。続いて23。2回。22から23は3回出てるか。だから23は可能性はあるかな。だから一応候補数字に入れとこう。23と。続いて、35か。35は確か3回連続はなかったと思う。2回はあったけど、3回連続で当選数字になってることはなかったんちゃうかな。だから多分35は出ない。続いて36。35から36は一緒に出てるのはあるけど、次の回に36っていうのはないかな。ないな。だから多分36もない。続いて34。35から34はと。1回だけやな。しかもちょっと前に出てるな。35から34、ちょっと前に出てるから、どうかな。35から34もちょっと可能性低いかな。
ちょっと前に出てんもんな。だから多分ない。今のところ候補数字が1等、6等、23か。次、ボーナス数字の26。26は連続では確か1回だけかな、出てんの。意外に少なかったよな、26が。連続で出てんの。26から16は何回かあっけど、連続で出てんの、1回だけちゃうかったかな。出てないのかな。何する。1回だけやな。だから26もちょっと可能性低いかな。25は入れてるから、続いて27か。26から27はと。あることはあるけど、これは27も一緒に出てるからな。27から27やったら結構あんねんけどな。26から27は1回だけかな、あんの。だけやな、26から27。だから27もちょっと予想すんのは難しいかな。1回しか出てないもんな、26から27。27から27は何回か出てるけど、26から27は1回やもんな。だなかなか予想するのは怖いな。桁違いの37とか17とか出てたら話は別やねんけど、それも出てないからな。ちょっと可能性低いかな。次は桁違いを見てみようかな。2は出ないやろ。12もない。12、32、32はと、2から、32はどうやろ。1回だけ出てるかな。
3回だけ出てるな。しかも同じようなパターンで。だから可能性はあるちゃあるか。可能性はあるな。なかなか残り3つが決まらんな。難しい。一応入れとこか、候補数字に。32。次は3の桁違い。3は多分ない。13もない。23はもう見えたから。続いて33か。33は、ないかな、33も。多分33はないわ。見た感じなさそうやな。あ、32もないな。今気づいたけど、32、2回前と、4回前に32出てるから多分32はないわ。消そう。続いて43はちょっと考えにくいな。予想すんな、怖いな。40代で出たら43予想してたかもしれへんけど、35から43ってちょっと予想難しいな。43はちょっと怖いからやめとこう。続いて11か。11の桁違い。11は入れてるやろ。1は候補数字に入れてて、21は可能性多分低いと思うねんけど、21が出てたら入れてると思うけど、22から21ってあんまなかったからな。だから、なかなか数字に入れにくい21は。続いて31はどうやろ。31はあと、
ないか。一緒に出てるけど、次の回に31ってないな。31も考えにくいかな。続いて41もやっぱり40代が出てないとやっぱり予想はしにくいかな。35から41ってちょっと予想すんのは難しいかな。だからやめとこか。41も12、22はもうやったやろ。続いて35の桁違いの5と15はどうやろ。5は多分ないと思うねんけど、そうやな、5はないな。15は1回出てるけど、その1回だけやもんな。だから15も予想するのはちょっと難しいかな。かなり悩むな。ほんまに難しい。やっぱり一口は難しいわ。一口で当てようって思ったら、まあ運がいい人やったら例外やけど、俺そんなに運良くないからな。ジャンボ宝くじも元取ったことないからな。今までで損ばっかりやったからな。だから運は全くないね。そんな俺でもこんなに努力したら5等当選3回したから。だからやっぱり5と6は相性ええんかな。ジャンプとかに比べたらランダムのように見えて、こうなんか数字の並びとか傾向があるっぽいもんな、ロト6って。5と15はやめとこ。続いて26の桁違い。36は多分ない。6と16。6は候補数字に出とんのか。16は出る可能性が、昨日も言ってんけど、高いと思うんだな。16。26から16は可能性あると思うねんけど、1回出てるな。
書いてて、そうな気がすんねんけどな。16、でも分からんな。残り3つが、この4つの中から選ぶねんけど、1と6と16と23、この中から3つ、どれが可能性があるか。最近6もほんま数字出てないから可能性あんねんけど、でも6を選んだら1は予想数字には入れられへんしな。一桁が2つ出るって多分ないと思うから、ここ3回か。3回連続で一桁2つで出るから、出ても1つやと思うね。1か6か。だから1を選んだら6は出ないし、6を選んだら1はないし、難しい。この中で一番出そうなのは23かな。回数的に一番多いもんな。4回出てるから23かな。4つ目23やな。23にして、5つ目がやっぱり16かな。5つ目6つ目がほんまに悩むな。毎回最後の1個2個でめっちゃ悩む。
分からんけど、16にしようかな。でもな、ほんまに悩む。5つ目、16にしよう。そして最後の数字、これ1か6か、ほんまにどっちか。流れ的には1やねんけど、2、3、2、1、流れ的には1が来そうな気がすんねんけど俺は。でも6もここ最近出てないんやな。だから6も出る可能性はあるっちゃあんねんけど、かなり出てないからな6。どっちやろ、どっちが来るか。昨日は6のことあまり言ってなかったんけど、でも今見たら6も来そうな気がしてきたしな。26から6、いっぱいあるな、これも。あー、むずい。6にするか1にするか、2から1もいっぱい来てるんかな、回数的に。1から2でこれで回すかな。2回か。回数で言ったら2から1とか、2から1の方が多いのか。ついな、どっちしよう。1か6か。まあ、こんで悩んで、全然違う数字出たら、もうほんま仕方がないけど。
可能性的には1の方が可能性あんねんけど、6も最近出てないっていうのが気になる。1か6か。あかん、ほんまに決まらん。ピンときたんは1の方や。昨日も言ってんけど、ここで来そうって思ったんは1の方が来るんちゃうかなって思ってんけど、ただ6がほんまに最近出てないから、それも気になってるよな。いや、ほんまどうしよう。5等以上狙ってるから、マジで悩むわ。決断でけ。どうしよう。もうこのどっちかにしようっていうのは決めとんねんけど、ただ これにしようっていう決断がなかなかできない。ほんまに連続当てたいからな。今まで連続で当選したことないからな。当選したいっていうのはあるけど、2回連続でな。ほんま決まらん。ほんま決まらん。1にしようかな。なんか来そうな気がするしな。1。
分からんけど。そうやな。1にしようか。こんで6個かな。1つ目の数字が1で、2つ目の数字が10、3つ目が11、4つ目が16、5つ目が23で、6つ目が25。今回30代がないけど、30代予想難しいよな、今回。ほんまに。これ来るっていう、これ来そうっていうのがなかったんよな、30代。だから予想せえへんかってんけど、それはそれで不安やな。30代を一つも予想しなかったっていう。まあ、20代で終わる回もあるけど、大抵30代1個は出てるもんな。だからちょっとそこは不安やけど、でもそれ考えてたらいくら時間あっても足らんしな。30代が全く出てない回ってほんまにほとんどないもんな、見た限り。まあ20代で終わってる回もあるけど、ほとんどやっぱ出てるわな。まあ結構な賭けやけど、自分を信じようか。ちゃんと数字の流れとか見てちゃんとやってるから、もうとにかくこれを信じるしかない、このやり方を。昔とはもう全然予想の仕方が違うからね。ほんま昔は前回の数字だけ見て予想してたみたいな感じだったから、ほんまに5等すらなかなか当選できなかった。10回20回勝っても5等1回だけ当選するかどうかやったし、そんで1回当選したら月くんのは半年後とか、ほんまそんな確率やったからな昔は。今とは全然違うもんな。今回はだって3回か。3回は当選してるから、だからやっぱり自信はつくというか、わからんわからんって言ってるけど、心の中では当選できるんちゃうかってちょっと思っとるからな。わからんって言いながらも、難しいって結構嘆いてるけど、そんでも心の中では当選できるんちゃうかって思ってる部分はある。3回当選してるから。それが全く当選してなかったら、ほんまにこういう自信というか、ああまたあかんやろなっていう感じの方が強くなると思うけど、やっぱり当選してたら
同じ予想するにしても全然違うわな。3回当選してるっていう実績があるから、まあ5等でも。一応もうこの数字でいこうかな。どうなるか分からんけど。明日か、明日この数字で高額当選目指したいと思います。あー疲れた。やっと終わった。2日もかかった。2日間でほんま何、2時間ぐらいか。たった一口に2時間もかかっとるんや。他の人やったら絶対にこんだけ時間かけれへんやろな。考えても20分とか30分ぐらいちゃうかな。まあそもそも一口で勝負しようって言う人はほとんどおらんと思うけど、結構宝くじの YouTuber の人も最低5口買ってるし、一口や二口で勝負してる人はあんまり見たことない。最低5口は買ってるもんな、宝くじの解説してる人とかは。多分僕ぐらいちゃうかな、一口でこう勝負しようってやってんのは。ほんまに見たことない。こう宝くじを扱ってる YouTuber で一口だけで買って高額当選を目指そうっていう人は。まあとりあえずこれでいこう。わからんけど。よっしゃ。高額当選できたらほんまに天国やけど、まあそんなに甘くはないかな。やっぱりロト6やもんな。5口でもほんまに難しいもんな、当てんの。つうか普通は当たらんもんな、5等すら。5口買っても。はあ、とりあえず、また夜、何時ぐらいやろ ?8 時ぐらいかな。結構この編集が大変だから。だから8時ぐらいにまた動画を投稿したいと思います。8時はちょっと違って記念動画みたいなのを撮りたいと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ああ、疲れた。よっしゃ。ほんま疲れた。